続きまして東日本旅客鉄道株式会社水戸支社吉川営業部長よりご挨拶申し上げます。皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました JR 東の水戸支社吉川でございます。今日ご臨席の皆様方にはですね、平素から弊社の事業に対しまして、ご協力ご理解いただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、この1月から始まっておりました、気になる茨城県観光キャンペーンのクロージングセレモニーということで一言ご挨拶をさせていただきます。このキャンペーン1月の1日から今月31日まで開催をされていたしているわけですけれども、この間食、酒、それから自然絶景、そして歴史文化とそれぞれのテーマの魅力をいかに皆様方に知っていただくかということで、この3ヶ月間さまざまな取り組み、県それから各自治体関係業者の方々と連携しながら行ってまいりました。まずは11月12月このキャンペーンの先駆けまして首都圏の主要駅で茨城県の観光それから特産品を販売、それから観光の情報の発信ということで茨城産直市というものを首都圏の主要駅で開催をさせていただきました。その中ではですね、いろいろな各自治体の方々がそれぞれの素材、我々茨城県の魅力をですね PR をし、首都圏の方々に情報発信をさせていただきました。それからキャンペーンが始まりましてからはですね、観光の県の方で作成していた観光のパンフレット、それからそういったポスター等々をですね、弊社の管内の駅に各駅に配布をしてしっかりとこのキャンペーンそれから茨城県の PR を行ってまいりました。始まってからはですね、臨時列車の運転ということでお座敷列車ですとか、ストーブ列車等々でを運行するとともにですね、その、列車の車内ではそれぞれの、地元の方々が、特産品の、配布ですとか、地酒の振る舞い、そういったさまざまな、地元ならではのおもてなしの取り組みをしていただきまして、参加された方々には大変好評であったというふうに聞いております。またですね、さまざまな形でですね、観光の PR を行いまして、我々グループ会社としても、観光だけでなく、例えば新作のお弁当、茨城県産の食材を使った新作の駅弁の開発ですとか、地元の食材、干し芋ですとか、栗ですとか、そういったものを素材とした新作のスイーツの開発、他にも地元のローズポークを使ったサンドイッチですとか、そういったものをグループ鉄道だけでなくグループ会社全体で取り組んでまいりました。非常に好評だったのがカプセルトイといいまして、茨城県のちなんだフィギュアをですね、カプセルトイという形で販売したところ、予想以上の売り上げで今品切れ状態というような、非常に茨城県にとっても関心を持っていただいたこのキャンペーンであったのではないかというふうに感じております。この3月でですね、上野東京ラインが開業して1年が過ぎました。上野東京ラインが開業してから品川、川崎、横浜、そういった方面からたくさんの方々に茨城に来ていただく機会が増えたというふうに感じております。このキャンペーンは3月で閉幕となりますけども、引き続きこの上野東京ラインの沿線エリアを中心としてですね、しっかりと首都圏にこれからも茨城県の魅力をしっかりと PR していきたいというふうに考えております。また引き続き関係の自治体、県それから関係の方々と協力しながら、地元にあるまだまだ知られていない観光素材を発掘しながらですね、さらなる茨城県にたくさんのお客様が来ていただけるように我々も取り組んでいきたいというふうに思っております。引き続き茨城県の観光、そして魅力ある茨城県をしっかりとアピールしていきたいというふうに考えてございます。簡単ではございますが、私からの挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。